丈夫だ。分かったわ。では先に進みましょう。とりあえず一番地形ここだな。ようこそ要塞都市ソドンへ。敵？まあ焦るでない。我らは紳士的に君たちを迎えよう。ついてはこの都市での君たちの動き方をお教えしよう。まずはこれを見たまえ。これがソドムだ。中央のタワーを囲むようにいくつもの施設が設置されている。そしてこのタワーの中に鎖骨した柳がいる。ヘルオアヘブン、我らが神森コーラン様の居城だ。あの塔の中に柳ちゃんがいるんだね。サンキューおっちゃん。待てオチビ、動き方を教えると言ったが、あの塔に行く方法が入手できるということだ。そうだ。それではルールを説明しよう。CD デート、これがこの要塞に5枚ある。それを一人が1枚ずつ探さねばならない。そして5枚のディスクデータを合わせると侵入方法が分かるようになっている。なんか怪しい。ずいぶん親切に教えてくれすぎじゃねえか。親切とは勘違いもいいところだ。こちら側としても君たちの存在は楽しみなんだよ。これはゲームなんだ。ゲームはルールがあるから成り立つのだ。施設の中にはウラウル派の人間たちが存在する。君たちと戦いたがっている者が何人も待っているのだ。希望に向かって突き進む君たちを絶望させてみたい。何より森様ができればもう一度君たちに会いたいとおっしゃっていたのだ。治癒の少女と同化した完全体の私を見せたいとな。そうだな。集団でいられるより分断させた方があんたたちもこっちを狙いやすいもんね。そっちにもメリットがあるルールなわけだ。上等、乗ってやろうじゃん。餌ぶら下げて個別化させれば俺たちに勝てるってか。なめんな。余裕丸出しなの絶対後悔させようね。森の野郎、首洗って待ってやれ。行くぜホカゲ。激しさに目覚めゆく紅蓮の闘志燃やし、今心を放て。抑えきれない試練ともなる情熱に身を焦がして。
ムコ様、あなたの石島ドモンちゃんでございます。そっちはどう？え、まだ5人一緒だよ。ああ、相変わらず5人なんだ。いいね、俺なんか寂しくなってさ。え、もう中に入ったの？え、いや、まだ入ってない。なんか用？いや、用ってほどのことはないんだけど。はいよ、入れ！フランスモアイ！フランスモアイ？だってよ、一人一人別れるってのがつれえよな。うん、負けるな、ドモン！ディスク所得1号になるのだ！頼もう！驚いた。石島ドモンじゃん。おかげもここに乗り込んでたのね。しょうがない。ミキちゃん、やる？うん、アキ、行くよ！